えっと、胃がんステージ4で余命半年と宣告を受けている28歳女です。夫と息子に何を残してあげるのがいいでしょうか現在、延命目的の抗がん剤治療中で、副作用あるものの病状を安定しており穏やかな日々を過ごせています。元気に動ける今のうちにできるだけのことをしておきたいで、ただす場合、そうください。えっと、何の映画だったかなあの、毎年毎年、プレゼントと、あの、メッセージのビデオを残すっていうのをやってる映画があったんですよね。 その今2歳の子供がじゃあ3歳になりました。で3歳になるとまあ身長これぐらいで、じゃあもうなんかあの三輪車とかも乗れるようになるよねっていうので、じゃあ三輪車っていうのも前もって今のうち予約しとくとかで、でちゃんと4歳になったらじゃあ幼稚園に入るから、その幼稚園でなんかあの持ってくるようなカバンにしますとか、でじゃあその小学校になったらじゃあ割とあの靴紐結べるようになるからちゃんとした靴紐のある、 そのあのなんかナイキとかのちょっと高めのやつとかでそれが8歳になったらこうとか15歳になったらこうっていうので1年ずつその子に対してじゃあこうなってるだろうなっていうのとメッセージっていうのをビデオで残してみてくださいでそれがあの2歳ぐらいまで作っとくと割とその毎年毎年そのお母さんに会うっていう多分そのあのその子の人生のその1日になると思うんですよねそのまあ直接お母さんに会うことはできないけどその 自分のことを、その、さ、ベストで考えてくれる人っていうのが、まあ、基本、父親と母親だと思うんですけど、で、父親はまあ、ずっと頑張ってくれてますと。で、まあ、働いてくれてますなんですけど、ただ、それでも、まあ、忙しかったりとか、その、喧嘩したりとかで嫌になることあると思うんですけど、でも、その、母親っていうのは、その、直接会うことはできないけど、自分のことを考えて、その、なんか、プレゼントを用意してくれてるよねっていうのはわかるので、なんで、そういう存在になるといいんじゃないかなと思います。